皆さんこんにちは。リビングライフの時間になりました。今日は万軍の主に勝る助けはありませんという題でご一緒に御言葉を学びます。イザヤ書31章1節から9節。ああ、助けを求めてエジプトに下る者たち。彼らは馬に頼り、多数の戦車と非常に強い騎兵隊とにより頼み、イスラエルの聖なる方に目を向けず、主を求めない。しかし主は知恵ある方、災いをもたらし、御言葉を取り消さない。主は悪を行う者の家と、不法を行う者を助ける者とを責め立てられる。エジプト人は人間であって神ではなく、彼らの馬も肉であって霊ではない。主が御手を伸ばすと、助ける者はつまずき、助けられる者は倒れて、皆共に滅び果てる。まことに主は私にこうおせられる。獅子、あるいは若獅子が獲物に向かって吠えるとき、牧者が皆そのところに集められても、それは彼らの声に脅かされず、彼らの騒ぎにも動じない。そのように万軍の主は下ってきて、シオンの山とその丘を攻める。万軍の主は飛びかける鳥のようにエルサレムを守り、これを守って救い出し、これを助けて解放する。イスラエルの子らよ、あなた方が反逆を深めているその方のもとに帰れ。その日イスラエルの子らはおのおの自分のために自分の手で作って罪を犯した銀の偽りの神々や金の偽りの神々を退けるからだ。アッシリアは人間のものでない剣に倒れ、人間のものでない剣が彼らを食い尽くす。アッシリアは剣の前から逃げ、若い男たちは苦役につく。岩も恐れのために過ぎ去り、首長たちも旗を捨てておののき逃げる。シオンに火を持ち、エルサレムにかまどを持つ主の見告げ。神様は神様にではなくてエジプトに頼ろうとしていた南ユダの人々に対して預言者イザヤを通して再び御言葉を語られました。その御言葉は私を信頼しなさいというメッセージであります。しかしその言葉を聞いても南ユダの人々はなおも無視をしてエジプトの助けを求めようとしていきました。そこで主は何をなされたでしょうか。この31章で再びご自身に頼らないでエジプトに頼ることの虚しさを主は語っていかれるのであります。今日2つのことを学びたいと思います。まず1つ目のことは、神様に頼ることが私たちのうちに平安な思いを生み出しますということであります。神様は南イラの人たちの強情さに対してああという言葉を言われていきます。簡単詞ですよね。皆さんどうですか。私たちも誰かにアドバイスをしたときに、その人がそのアドバイスを振り切って、いや無視して自分の思いのままに行動して失敗していくときに、その姿を見て同じようにああという言葉を出したりはしないでしょうか。いや、そういう人たちの姿とともに私たちは果たして自分の歩みはどうだろうかということを考えさせられるのであります。神様に生かされ、神様に導かれている私たちですが、神様は私たちの人生に計画を持ってくださっているんですけれども、そして毎日毎日御言葉を通してまた様々なものを用いて語ってくださっているんですけれども、もし私たちが神様の御心に生きようとしていないならば、失敗を繰り返しているならば、神様はやっぱり私たちの姿を見てああと言われはしないでしょうか。私たちは困難を経験するときにどうしても人間的なものに頼ってしまいやすいものであります。
今私が仕えている教会は実は建物が今年で50年目を迎えました。さすがにどんなに頑丈な建物であったとしても50年も経つといろんなところにほころびが出てまいります。一つのところの修復が終わるとまた次のところの修復が必要になってくる。そんなことで私はこの教会に使わされてから毎年毎年心が本当に縮まるような思いをしてきました。神様は一体この必要はどうやったら満たされるんでしょうかっていつもいつも必要を覚えるために神様に祈ってきました。いや神様一体誰がこの必要を満たすことができるんでしょうかって神様の前につぶやいていたかもしれません。でも神様は本当に感謝なことにその必要を満たしてくださるんですね。そして満たされるときに私の心の中に起こってくるのは、ああ主よ不信仰でした、ああ私はまたあなたに信頼しないでつぶやきましたっていうそういう後悔の思いが次から次へと起こってくるんですね。一度信頼したならばもうそれで十分なはずなのに、もう神様が満たしてくださるという経験をしたはずなのに、また新しいことが起こるときに同じように心配してしまうって、やっぱりそれは私の信仰の弱さなんじゃないかなということを改めて思わされるんですが、そうです、あの箴言の3章の5節に心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るなと主は語ってくださっていますよね。もし私たちが本当に主をより頼んでいくならば、本当に主に頼っていくならば、主は必ず私たちのその心配事も悩みも全部解決してくださるお方ではないでしょうか。私たちが自分の悟りに頼っていくときに、私たちの心には不安が残ります。いつまでも平安がありません。でも主に頼るならば、主は私たちの心を平安で満たしてくださるという約束を私たちは信じていきたいと思うんですね。さあ、二つ目のことであります。それは守り手である神様を覚えていきましょうということであります。皆さん、もし南ユダの人たちが願ったようにエジプトと手を組んだならば、アッシリアの王国は南ユダに攻め込んでこなかったでしょうか。諦めたでしょうか。いいえ、そんなことはありません。四節を見ていただきますと、神様ははっきりと南ユダの人たちに言うんです。それでもアッシリアの人々は動じない、攻めてくるぞと言うんです。つまりエジプトに頼ったとしてもそれは無駄なことだということを神様は示してくださっているんですよね。では一体どうしたらいいんでしょうか。神様は6節で言われるんです。イスラエルの子らよ、あなた方が反逆を深めているその方にのもとに戻れ、帰れ。皆さん、そんなふうに神様は呼びかけておられるんですよね。そうなんです。南ユダの人々にとって一番の最善の選択は何かといえば、それは主なる神様、自分たちのことを愛して愛してやまないその主なる神様のもとに帰っていくことだったんですよね。私は以前に羊というものが自分を守ってくれるもの以外には近づいていかないんだという話を聞いたことがあります。試しに羊がいるところに行ってですね、そして近づいてきましたら何どうなるかなと思ったんですけれども、やっぱり羊たちは私が近づくと逃げていくということをしました。獣に襲われても反撃の手段を持たない羊たちにとってみるならば、自分を守ってくれる羊飼いのもとに自分の身を寄せるっていうのは必然的なことなんですけれども、でも羊飼いではない人のもとに寄ったとしても、その羊飼いは決して助けてくれないんですね。イエス様は言われましたよね。良い羊飼いは羊のために命を捨てるんだって。でも悪い羊飼いは羊のために命を捨てることはしません。獣が襲ってくるならば格好は戦うつもりをするかもしれませんけども、いざその獣が飛びかかってきた時に自分自身は逃げてしまうんです。すると置いてくぼりになった羊はどうなるでしょうか。そうです、獣の餌食になってしまうということが起こるんです。命を落としてしまうということが起こるんです。でも本物の羊飼いはその羊が一匹も滅びることがないように、失われることがないようにといって全身全霊で戦ってくれるんですよね。イエス様はご自分を指して、私は誠の羊飼いだと言ってくださいました。そうなんです、主はまさに誠の羊飼いだということです。あのダビデは詩篇の23編において、主は私の羊飼い、私は乏しいことがない、
つまり神様のその記録の中から自分というものは失われていないという告白をしました。敵に襲われいつも逃げ惑わなければならなかったダビデにとって、神様が私の存在をどこにいても覚えていてくださる、どこにいても守っていてくださる、主は私の羊飼いだと告白をしました。さあ、あなたはどうでしょうか。神様は目に見えないお方です。だから私たちが信頼しようと思ってもなかなか信頼することができないかもしれません。でもこの方は私たちを守ってくださるお方なんです。さまざまなものを通して支えてくださるお方なんです。このお方を見上げて前進していこうではありませんか。神様は今日も私たちにご自身の目を注いでいてくださいます。私たちが苦労するときに、困難の中に置かれるときに、私たちが折れてしまいやすい、そんな思いを持つときに、神様はその私たちを助けてくださって、支えてくださって、私たちを引き上げてくださるお方です。このお方を私たちは知っているでしょうか。このお方の御手に期待しているでしょうか。私たちがどんなに苦しい中にあっても、主は私たちを支えようと働いていてくださることを覚えたいのです。今苦しみの中にいる方、悩みの中にいる方、主を忘れてしまっているならば、その主を思い出しましょう。天に目を向けて、主よと叫んで今日一日を始めていこうではありませんか。祈ります。天のお父様、感謝します。主よ、私はあなたの前にあなたの羊であります。そしてあなたは私の羊飼いであるお方です。私の状況、またさまざまな場面の中にあって、私というものをあなたは愛してくださって、支えてくださって、決して滅びることがないように、決して折れることがないように、今も支えてくださろうとしている、そのようなお方であります。主よ、あなたの助けを求めます。今日あなたの前に信仰を持って祈ります。どうか主よ、私たちの祈りを聞いて、あなたの御業を見させてください。あなたが働いてくださる、その働きのうちに感動して、主を褒めたたえていくことができるようにとしてください。イエス様のお名前でお祈りをいたします。アメン。